中野光一は、元競輪選手、自転車競技選手、競輪選手登録番号 8959, 日本競輪学校第35期生。現在は、公益財団法人ジャカ特別顧問、競輪解説者、日刊スポーツ競輪担当評論家、公益財団法人日本自転車競技連盟理事、スポーツコメンテータータレントアルカンシェル、浅井企画所属。家族は、 ナオミ夫人。2006年春に、公営競技及び、競輪選手出身者では、初の指示報奨受賞。血液型、B 型身長、172センチメートル体重、85キログラム。世界選手権個人スプリント10連覇、特別競輪12章、賞金王6回を達成している。中野光一博物館は、地元、久留米競輪場内に設置されている。 福岡県久留米市出身。両親は共に元競輪選手。両親はすでに他界している。福岡県立山目工業高等学校では陸上競技を行っており、高校2年の時、1972年に開催された山形インターハイ400メートルリレー走の第3走者として優勝に貢献。高校3年春に右太ももの肉離れで、 陸上競技での大学進学を断念。高校卒業後の進路としては、祖父が中学校の校長をしていたことから、体育教諭への道や、プロ野球選手から転身した尾崎正史に習って、プロゴルファーになる希望を持っていた。そんな中、当時競輪選手だった父、公認から、一度トラックレーサーに乗ってみないかと、勧められ、 賞味3ヶ月程度の練習の末、競輪学校第35期生試験に合格した。1975年に競輪学校を卒業。35期のサンバガラスと歌われる。同年5月3日に、久留米競輪場でデビュー。その後、デビュー戦を含めて18戦無敗の記録を作った。当初、九州のハヤというニックネームがつけられた。当時、 中野に対抗するため、フラワーラインのグループが形成され、全国規模に拡大。最終的には、九州勢 VS フラワーの戦いへと移行した。その象徴が、宮杯での岩崎誠一の角の県制であり、競輪祭での吉井秀人の発言だった。1978年には、競輪祭を制し、特別競輪10回目の出場にして、初めての優勝を飾った。 そして1980年に日本のプロスポーツ選手として初めて年間賞金獲得額1億円突破を達成した。その後、1981年の日本選手権競輪を制し、高倉昇以来となる史上2人目の特別競輪3連覇を達成。1983年には史上最多の6回目の賞金王の座に就いたほか、1985年に 開始された、ケイリングランプリを制し、同レースの初代優勝者となった。とりわけ最盛期とも言うべき、1970年代後半、80年代前半にかけての中野の強さは、驚異的であり、特に、高一ダッシュと称されためくりは、非常に鋭く、400メートルバンクを一周程度しか、逃げ切れる力がない先行選手だと簡単に、めくられていた。なお、競技で使った、 トラックレーサーは長沢レーシングサイクルの特性専用車。当時はプロのスポーツ選手はオリンピックに出場できなかったため、一方で1976年に初めて世界自転車選手権に参戦し、プロスクラッチで4位に入った。翌1977年、準決勝で当時同種目連覇中だったジョン・ミカエル・ニコルソンを破ると決勝では、 前年の3位決定戦でストレート負けを喫した姿順和を逆にストレートで下し、日本人選手として初めて同大会の優勝者となった。それ以降は毎年この種目で優勝し続け、1986年までに10連覇を達成。ただ中野は、競輪主催団体の方針による講演が受けられたからとはいえ、世界。 それもすべてアウェイのスポーツ大会において日本人が毎年出場していた例そのものが少なかった頃の活躍だっただけに現在海外で活躍し続ける日本人スポーツ選手の先駆者となった不正室のアスリートであり日本のスポーツ選手の中でヨーロッパや南米では特に有名である国内でも常にトップクラスで活躍し続け1983年競輪祭で 滝沢正光をめくって優勝したのを最後に、異例の長きにわたった、競輪競争第一人者の座は降りたが、1988年には、通算賞金獲得額10億円を突破。しかし、1992年に特別競輪の中で、最後まで優勝できなかった高松の宮杯競輪の決勝戦2着を最後に引退した。 獲得賞金総額は13億1916万2077円。引退後は、スポーツコメンテーター、日韓スポーツ専属の競輪評論家として活動。特別競輪開催期間中は、日韓スポーツの競輪面で、前日のレースの振り返りと当日のレース予想を、コラムで述べている。ただ、引退した現在でも、競輪関係者の立場であるため車検の購入や、 レースのデメの予想はできず、コラムでも主に技術論や選手心理、勝因敗因について語るのみであり、予想についてもが引っ張っていくだろうが抜け出せばにもチャンスがある程度の展開予想に止まっている。現役時代からアートネイチャーの CM に出演していた関係から、一時は自転車のロードレースチーム、チームアートネイチャーの監督も務めていた。 しかしアートネーチャーとの契約が切れたこともあり2005年に地下食毛ナンバーワンのシェアを誇るアイランドタワークリニックにて地下食毛手術を受けた。現在、カツラは使用していない。競輪がオリンピック自転車競技の競輪として正式種目に採用された2000年のシドニーオリンピックでは競技の解説を務める傍ら、競輪では全レース先導誘導員を務めた。 2006年51歳で春の四樹法上公営競技の選手及び競輪選手として初めて受賞。競輪選手としての現役時代の活躍とともに世界選手権プロスプリント10連覇が高く評価された。中野は現役時代に一生懸命取り組んできたことが評価されて光栄に思います。今回の受賞は自分だけの名誉ではなく、 業界の後押しもあってのこと。これからも熱い思いでファンに愛される競輪のお手伝いができればと喜びを語った。現在、現役時の本拠地であった久留米競輪場では彼の功績を称え毎年、記念競輪を中野カップレースと名付けて開催している。2011年4月より日本自転車競技連盟協会委員長に就任。2013年7月より 同連盟副会長。競輪選手養成所名誉教授。となったが、2015年1月に、松本聖の日本代表監督会人に関する、訴訟への発言により、副会長及び代表理事を辞任して理事に退いた。2016年10月より協会委員長を再任されている。UCI トラックサイクリングワールドチャンピオンシップス。メンズスプリント1990年。 前橋の開催において、日本自転車関係者の立っての希望により、中野は競輪への出場を果たすも予選で敗退した。1991年、ドイツシュトットガルト大会にも競輪で参加したが、決勝を5着。そして、これが中野が参加した最後の世界選手権となった。以下は2008年11月22日に、 NHK 衛星第一放送で放送されたスポーツ大陸の世界を変えた高1ダッシュ自転車中野高一を参考に記した。競輪におけるライバル世界選手権におけるライバルその他のライバル。ありがとうございます。